者立教大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は9つで、設問形式はこういう感じでございます。内容1問題と下線部説明で、さすがにこの10問全部やってるとですね、視聴時間がかなり長くなってしまってですね、皆さんご覧いただけないので、まあ幸い設問形式2種類しかございませんので、半分の問いの5番ですね、ここまでやれば立教のレベルとか解き方ですね、そのあたり確認できるかと思います。ですから段落も最初の4つ、これで行ってみたいと思いますので頑張りましょうね。さあ皆さん、こちら設問の指示でございます。で皆さん、第1段落一読していただいた後、問いの1番に行っていただくんですが、この設問の指示も少し意識しながら一読していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、選択肢こんな感じでございます。考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、設問の指示にメインパーパスと書いてますね。主張とかテーマでございます。でじゃあ皆さん、それがどこに書いてますかということなんですが、皆さん、ヒントはこれですよね。ぞ、しかし、もちろん対比でございます。皆さん、今までいろんな動画でお話はさせていただいてるんですが、対比を示す表現、これを含んでる文章中、筆者の主張と考えていただいていいですからね。ですから読んでみると、 ID と ID ホルダーですね、それを合わせられるかどうかを判断した方がシンプルですよという話をしております。ですから皆さん、第一ではなく前半はですね、シンプルと反対、つまり複雑な話になってますよね。つまりパスポートオフィサーがやってる仕事は複雑。ですから皆さん、選択肢のイのディフィカルトではないですからね。そして皆さん、この ID と ID ホルダーの具体的な内容がこちらに書き換えられてますね。つまりその人とイメージ、画像、今回は写真のことでしょうね。ですから、それが合致するかどうかを考えた方が早いですよ、シンプルですよというふうに言ってるわけですから、選択肢のロ、旅の経験が見た目に影響を及ぼすという話はしていませんね。そして選択肢のハ、パスポートオフィシャルに思いやりを持ちましょうね、そんな配慮する話は書いていないですね。ですから、その人と顔写真ですよね、それが合うかどうかを考えた方がシンプルですよと言ってるわけですから、歯のこちらですよね。マッチングピクチャーズ with faces、 写真と顔を合わせることですね。こちらしっかり書かれておりますので、歯が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。ちょっと長いので前半から中盤にかけてお読みいただいてですね、そして皆さん、この問いの2番でございます。で皆さん、このソートと同じ意味を今からお見せいたします。選択肢すると同じものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。ではまず一読だけお願いいたします。さあ皆さん、選択肢これでございます。考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、ソートもちろん動詞で分類するですからね。ですから選択肢の中で分類すると言われたら、もう一発でイのクラシファイですよね。これ皆さん、単語の問題でいけるかと思います。さあ皆さん、段落後半でございます。これで皆さん、問いの3番考えていただけるとよろしいかと思います。まず、ザ・シチュエーションと言っておりますので、この手前の内容を読んでいただけるとよろしいかと思います。で例えば皆さん、このあたりですね、2つの写真が同じ人間を示しているのか、もしくは全く違う人間なのか、これを判断しなければいけないと書いてますね。そして後半、まあ、少なくとも 10% ぐらいの確率で間違えてしまうんですね。これで皆さん、選択肢いけそうですね。ですから、選択肢の意のソーシャルコンテクスト、社会的文脈の話はないですね。そして歯のバックグラウンド、背景とか経歴、そういう話も書いていないですね。そして選択肢の2、文とレギュレーションズ、規制と書いておりますが、その記述もないですね。ですから選択肢のロ、顔の認証に関して現在の状況、まさに2つの写真が同じ人間なのか違う人間なのか、それを判断しなくちゃいけないわけですから、現状を語ってるまでですよね。ですからロが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第3段落でございます。これもちょっと長いので、まずは前半から中盤にかけてご覧いただいております。そして皆さん、これは後ほどこの問いの4番解きますので、この説明の指示も頭に入れながら、ちょっと一読をよろしくお願いいたします。さあ皆さん、第3段落の主たるテーマは何なのか。皆さん、この波線のところで話が変わってますよね。つまり波線の前半は、この辺りがわかりやすいですね。その顔認証を頻繁に行っている人、その人たちは判断がうまいはずだと思っていたら、皆さん驚くことにですね、
otherwise 違った感じになってるんですね。ですから先ほどの憎悪と同じように対比でございます。反対ですから主たるテーマはこの波線の次から書かれてるはずですね。サミさん第3段落後半でございます。で皆さん一読していただいた後この選択肢ですね、本部の内容と合致するもう一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。デミさん、段落の前半では頻繁に顔認証している人、その人たちは判断がうまいんじゃないかと思ったら違ったという話ですね。ですから20年間人の認証をしている人でもうまくなるかと思ったらそうではないんですね。皆さんこれで選択肢いけそうですね。皆さんこれは十分な訓練を受けていないという話はないですね。そして皆さん炉も実験室での実験書いていませんね。そして選択肢の歯、素晴らしい記憶は顔を認識する能力、それにとって不可欠で、もちろん根拠はこのあたりですよね。記憶力のチャンピオン、それは必ずしも優れているわけではないんですね。ですから歯は×ですから選択肢の2、顔認証の経験ですね。例えば20年ぐらいあったとしてもうまいかというとそういうわけではないんですね。ですからうまくない話はしっかりこちらに書いております。ですから2が正解ということでよろしいかと思います。サミさん最後の設問でございます。第4段落一読していただいた後にこちら問いの5番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん設問の指示とこちら対応しそうですね。サミさん胃を飛ばして炉を先に検討させていただきますが、何年間も訓練を受けているという話はどこにもないですね。そして選択肢の歯、アクティブな社会生活、もしくは社交生活ですね、人との付き合い、それがアクティブですよという話はどこにもないですね。そして選択肢の2、めちゃめちゃ賢いという話もないですね。となってくると皆さん胃が正解の可能性が高いですね。特別な能力を生まれつき持っている様子、それはここですよね。生まれつき持ってますよ、遺伝ですよ、ということで胃が正解ですね。サミさんお疲れ様でございました。皆さん立教大学の問題、皆さん難しいか簡単か、その感覚は人によって違いますが、もし皆さん解いていただいてですね、もちろん今日以外の問題も含めてもうすでに7割以上取れてるんであれば、これですよね、総計上智での練習、つまり上のレベルでの練習、これはおすすめでございます。ですから普段このレベルで練習してると試験当日の立教大学かなり余裕を持ってさばけると思いますので、得点源につながるかと思います。そうすると他の科目のカバーができますからね、参考になさっていただけると嬉しいかと思います。ということで今日も頑張りましょう。